はい、今回は令和新選組の櫛渕真理さんが10日間党員停止の会、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、この櫛渕真理さんですね、与野党茶番というようなことを言ったということで、この10日間党員停止になったということなんですが、これっていうのはこの話の内容を聞くと非常におかしいんですね。で、何がどうおかしいのかっていうことを今回考えていきます。まずニュースの、記事になっておりまして、そちらがですね、短いのと、あとご本人のですね、おっしゃってる話が非常に説得力がある話なんですよ。その与野党茶番ではなくね、それもそうなんですけど、そちらを考えていきます。衆院懲罰委員会は5月31日、本会議で与野党を批判する紙を挙げた令和新選組の櫛渕真理共同代表に党員停止10日間の懲罰を科す案を自民、日本維新の会、公明各党の賛成多数で可決した。6月1日の本会議で正式決定すると。で、自民党の、人間がですね、自分の主張通りにいかないと身勝手な手段を取るのは不適切と非難したと。これに関して思うところが後でいろいろあるんでお伝えします。で、櫛渕真理さんは増税と負担増に危機感を募らせる国民を代表した行為で、やむにやまれぬ行為だったと。立憲民主党は開国を求めた。で、この櫛渕真理さんですね、5月18日の本会議で、与野党茶番ということを言ったんですね。で、この戒告っていうのは、厳重注意を渡す、懲戒処分ということなんで、10日間、党員できないということなんですね。で、はっきり言って全く僕にはもう意味がわからないんですけどね。与野党茶番っていうのも別に本当の話ですし、で、そもそもこれ今回のこのニュースでわかるんですが、自民、公明、維新、国民民主、立憲民主ですね。立憲民主もなんかね、開国とか言ってるじゃないですか。これらっていうのはもう最低な政党であると思いますよ。全く国民のためになることを、思わないっていうか、していないっていうことです。で、じゃあ、櫛渕真理さんはですね、このなんていうのかな、与野党茶番っていう話をしたんですが、それっていうのはその紙を上げたことが、されてるんですが、じゃあ、櫛渕真理さんが言ってることがあるんですよ。で、ちょっと長いんで、そちらについて、僕の解釈ってことで、僕、この櫛渕真理さんって言ってることすげえまともだと思うんで、日本の議員の中でこんなまともなこと言う人も、この人ぐらいしかいないんじゃないかっていうぐらい、思うんで、ちょっとそちらを、お話ししていこうと思います。何を櫛渕真理さんは言ってるのかっていうと、岸田がですね、閣議決定で国の安全保障を転換させたと。で、東電の福島の、事故から12年しか経ってないのに、運転期間原則40年ルールを60年に60年超えも可能にしたっていう、おかしいこと言ってるわけですよ。で、今度マイナンバーカードね、健康保険証、紙の健康保険証を廃止してマイナンバーカード一本化とか、あるいはですね、外国人を強制送還するとか、そういう、ことをしているっていうことで、で、この時点で十分おかしいわけですね。その原発の件とマイナンバーカードの一本化、その外国人の強制送還とかっていうのも、そうなんですが、それ以上に、この櫛渕さんがおっしゃってることがですね、この防衛財源確保法案ということなんですよ。5年で43兆円防衛費を増額するっていうことで、日本の宗主国から言いなりで、大量のそういった武器を買って復興税の、流用で、被災地を無視した挙句、苦しんでる国民に増税を押し付ける、そして日本経済をもうボロボロにするっていうことで、岸田がやってることが全く国民のためになってないっていうことをこの櫛渕さんはおっしゃってるわけですよ。おそらくこういったことを言われて、自民党とかこの他の、政党議員たちが、図星をつかれたっていうことでこういうことをしたんじゃないかと思うんですね。で、他にもこの防衛産業基盤強化法案とかっていうのも言ってるんですが、これっていうのは外国に武器輸出を支援するっていうことで、で、戦後初の防衛産業の国有化を可能にする条項まで含まれていたと。だ、日本がこの軍需産業の、そちらの方向にどんどん突き進んでいく恐れがある法案だっていうことを言ってるわけですね。
で、日本国民の生活よりも、日米貿易協力の方に金が流れる、そういった武器、で日本が有事の方向にどんどん向かっていくっていうことが危ないっていうことを櫛渕さんおっしゃっており、最もだと思いますけどね。で、この安保3文書によっても日本の平和国家の在り方が180度変わる。で、この専守防衛っていうものからですね、先制攻撃をするっていう、ようなことを言ってるわけですよ。で、この敵基地攻撃能力の保有って、先制攻撃をするっていうことで、日米一体化のもと、その米国の有事の最前線に、沖縄がですね、そういった懸念があるっていうことで、本当に、そう思うわけですよ。で、国民生活を全然考えて、いないんじゃないかっていうことで、当然この櫛渕さんがおっしゃってるのは日本が有事になることを懸念してる、国民にとって反対じゃないですか。で、沖縄のそういった懸念する状況とか、国民の予算、国民の生活に予算を割かないし、国民のそのためになっていないっていうことをおっしゃってる、これ最もだと思いますしね。で、この平和憲法とか非核三原則を持ってる日本がもう有事を二度としない、国で安全なところに行こうと、そういうことを考えているのかと、平和と安定にどうしたらいけるのかっていうね。だから米国追従だけではなく、いろんなことを考えて、人々の知恵と力を出し合って、もっと議論して、日本国民の命と尊厳を守るためっていうことを言ってるわけですよ。すげえまともなこと言ってるわけですよ、本当この人。この発言内容もそうですけど、すごくいいことを言う政治家だと僕は思うんですよ。で、またですね、今度は国民、個人レベルのことを言って、国民生活が疲弊していることを言っていると。で、これはよく言われるし、僕も言ったことありますが、実質賃金12ヶ月連続でマイナスで、日本の大きな問題ですが、昨年1年間で自ら命を絶った人が全国で21,881人いる。小中高生の子どもの自丸が過去最高ということで、まずいわけですよ。日本がとても国内経済、国内の状況がまずくなってるし、さらにここから、これから電気代が最大 40% 増しとか、国民がね、熱中症になるんじゃないかとか、秋から始まるインボイスとかっていうので、また増税で、失業廃業になるんじゃないかとか、そういうようなことを懸念してるわけですよ。で、岸田が言う、少子化対策っていうのは社会保険料の負担増っていうことで、そしたら子どもの数が減っていくっていうことなわけですよ。だからもうこの少子化対策とかやるんだったら、もうね、もう選択肢っていうのは一つなんですよ。国債を発行するだけなんですよ。で、それをやらず、そんなことしたらば、もう国家が滅びてしまうっていうことを言ってる。で、他にも僕、この櫛渕さんがおっしゃってて、僕も何回か言ったことがあるんですが、とてもいいことをおっしゃってるなと思うんですが、例えばね、この日本政府の疑問ということで、海外の輸入を守るために牛を丸す酪農家を潰していくと。日本は食料自給率が 38%、余った乳製品を政府が買い取って、生活の苦しい人に、配る救済策でいいんじゃないかと。僕も本当にそう思います。政府がですね、酪農家に牛を丸したらお金を払うとかって言って、牛丸したら今度外国からそういったものを入れてやってるわけで、意味が ないわけですよ、やってることが。で、岸田はほとんどアメリカからその、武器とかそういったものを揃えるが、国内の経済がもうどうにもならないわけですよ。高齢者の方、86歳のお年寄りがコンビニで、おにぎりを1個万引きするっていうね、そういう日本社会の実情っていうことがおかしいっていうことを、この櫛渕さんはおっしゃってるわけですよ。で、最もだと思います。で、日本政府っていうのは常に防衛費、軍事費には財源確保するが、その少子化の問題にももしない。で、酪農家を救うことはしない。そこの財源については全く財源確保もしない。で、この原発推進のためには国債を発行するが、その少子化対策には全く、その財源をしない。あと、緊縮財政って言って、積極財政をしない。積極財政でなぜ人に投資をしないんだろうかっていうことを言ってるわけです。一言で言うと、国民のためになってないと。日本国民に対する、岸田あるいは政府自民党の機敏政策を指摘してるわけですよ。最もまともなことを言ってるわけですよ、これ。で、その
そういったことを通そうにしても通らないからね、その、与野党茶番とかっていうのかもしれませんが、他の何も言わないね、本当売国政治家よりまともなことをよっぽど言ってるし、日本国民のことをよっぽど考えて、いてくれてると僕は思います。で、この櫛渕さんに対してね、不適切だとかっていう議員がいるんですが、いやいや、自民党の方がよっぽど不適切ですよ。だって安倍も岸田も憲法守らないわけですよ。軍拡どんどん、日本っていうのはあのね、平和憲法和平9条があるわけじゃないですか。それを全く無視して軍拡してるって、憲法守ってませんからね。で、櫛渕さんを、まあ、どうのこうのって言うのか知れませんけど、全く僕は言うところがおかしいと思いますが、じゃあ自民党って東丸協会との関係どうしたんですかって、全く切ってないでしょ。自民党が東丸協会と今もまだつながってるわけじゃないですか。そしてそれで選挙に出たりするわけでしょ。で、岸田っていうのは安倍の国葬をですね、閣議決定で決めたわけですよ。全く国民の話も国民の声も聞いてないわけじゃないですか。で、今回の広島サミットだってそうですよ。全然あの核廃止の方向に向かってない、おかしいことだらけですよ。全く日本国民のためになってない、それで政治何言ってんのって話、この櫛渕さんがおっしゃってるように茶番を茶番という、もう本当にそうですよ。あの与野党グルだし、与野党茶番、だから本当にこの櫛渕さんの例えば政策とかそういったものに、まあ、不満があるんだったら、もうちょっと政治家も、ちゃんとあのこういう政策なり発言を してみればいいんですよ。僕はこんな話をしてる政治家をここ最近聞いたことがないですよ。まあ、山本太郎ぐらいでしょうね。山本太郎と、櫛渕真理さん同じ、まあ、令和新選組なんで、まあ、同じ方針で、まあ、いいことをおっしゃってると思うんですが、そしてこういうことを言う櫛渕さんがですね、10日間党員停止になるって意味がわからない。なんでこんな処分をされるのか全くわからないし、こういったおかしいことに本当に日本国民が気がつくべきですよ。本当にとても大変なことになっています。だから日本が良くなるには政治もありますが、日本国民があの気がつかなければいけない。で、その櫛渕さんっていうのは日本国民の気づきとなるようなことを言ってくれてるわけですよ。その政治が難しいとか、別にそんな難しくもないし、一つ一つ考えれば分かることを教えてくれてるわけですよ。だから本当にこういうね、櫛渕さんみたいな方が今後活躍していかないと、本当に日本がね、厳しくなっていくと思います。だ、僕たまにあの山本太郎の話をね、まあ動画とかで見て、まあ勉強したりしますけど、この櫛渕真理さんという方はとてもいいことを言ってるのに、その与野党茶番とか、そういったことを言って、こういうね、10日間党員停止とかになってる、まあ、本当に、こう悔しい話だなと思いますので、今回はこちらの件について、取り上げてみました。まあ、こちらの内容関心持ってる方、いらっしゃると思いますので、まあ、何かしら共感していただけるところであったり、ね、まあ、参考になっていただけるものがあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。